天竜区は浜松市を構成する七つの行政区の一つ。浜松市北部の北園地区と呼ばれる地区で区域の大部分を森林が占める。天竜区は2005年7月1日に浜松市に編入した旧天竜市、旧春野町、旧佐久間町、旧立山村、旧三作母町の旧北園ご市町村の全域が区域である。南部は 北区稲佐地区や浜北区と接し、北部は長野県、愛知県との県境までと浜松市の行政区の中では最も広く浜松市市域面積の約6割を占め、かつ日本の政令指定都市の行政区としても静岡市、青井区に次いで第2位の面積を持つ。天竜区はその大部分が森林地帯であり、 浜松市の主要な産業の一つである林業は主にこの天竜地区が主力である。またかつては国鉱山も存在した。しかし、全国の山村地帯の多くと同じく過疎化が進行しており、日本の政令指定都市の行政区の中では人口、人口密度ともに最小の区でもある。軍においては旧豊田軍、または岩田軍、周知軍の一角にあたる。 二股町市街地区役所のある二股地区周辺の空中写真。天竜川が山間部から平野部に出る位置にある。1983年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。現在の天竜区にあたる地域は明治期の町村制執行時点では豊田軍と周知軍に所属していた。 天竜地区はその豊かな森林に恵まれ、有名な観光名所も多い。特に佐久間ダムや秋葉神社へは多くの人が訪れる。浜松市天竜区役職役所は旧浜松市天竜総合事務所を使用していたが、アスベスト問題や耐震構造の問題があるとして解体し、同地において新築することになった。2008年11月に改築工事を始め、 2011年3月に新庁舎が完成、同月14日より業務を行っている。集配等を行う郵便局のみを掲載する。2015年10月1日時点における天竜区民の平均年齢は次の通りである。国立病院気候天竜病院は浜北区に所在する区の中心駅は天竜二俣駅。西鹿島駅や中部天竜駅も 拠点駅といえる。国道152号と国道473号の重複区間ゆかりのある人物についても、当節に掲載する。天竜地区、春野地区、佐久間地区、三作保地区、立山地区。ありがとうございます。